皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日も子供のための音楽教室和をやりましょう。この前はステップ2でドミソからミソドの和をしましたね。今日はこれはドハラです。そして今日はこのハラドをやります。ハラドです。ファラド、ファラド、ドラファ。この違いを覚えましょうね。よく聞きながら何回も何回も聞いて歌って、そして覚えてください。それでは今日はこれまでです。